新光神話パルテナの鏡をより楽しむためのちょっとしたテクニックをご紹介。空中戦のちょいテク。空中戦で連射をしているときは移動速度が下がる。試射撃主体にするなど、むやみに撃たない方が避けやすい。連射の威力が増す立ち連射のスキルは空中戦ではかなり有効。連射が強ければ群がる敵を倒しやすくなる。攻撃をせずに滑空姿勢で敵の弾にかすめると長弾になる。滑空は敵弾を避けやすく、長弾はスペシャルゲージが少し溜まる。地上戦のちょいテク。タッチペンは基本押したまま、真ん中に置いて素早く払う時だけ離してすぐ止める。オプションの上下左右逆では照準や振り向く速度も調整できる。止まりにくくすると楽に方向転換できるようになる。好みにもよるが、少し早く止まりにくくするぐらいが使いやすい。照準を敵に合わせて左右ダッシュで回り込み、スクリーンをタッチしっぱなしにすること、超重要。敵の攻撃を引きつけてダッシュで回避。前回避は攻撃に触れる時間が少ないし、横回避は位置ごとかわしやすい。奇跡やスペシャルアタックはボタンで使うのがおすすめ。オプションで動きながら使えるボタンに設定しよう。ダブルアイテムの奇跡を使えば食べ物アイテムの効果も倍増。回復の奇跡より有効な場合が多い。苦手なボスは最後の力の奇跡でゴリ押しするのも手。無敵とパワーアップの効果で瞬殺できる。打ち上げ花火の奇跡を使うと1秒ちょっとの無敵時間が生じる。回避よりも有利に敵の攻撃を避けられる。透明や死んだふりなどを使うと敵がこちらに気づかなくなる。危うくなったら消えて体勢を整えよう。近い方が強い弾、遠い方が強い弾がある。練習場で詳しく知ることができる。通常は敵の近くでしか打撃はできないが、前にダッシュしている時、スライドパッドを背中方向に素早く入れて攻撃すると、その場でダッシュ打撃ができる。対戦のちょいテク。相手を倒した数はつくけれど、いくら負けても記録されない。気軽にプレイしよう。とにかく対戦をすれば勝っても負けても神器が儲かる。ただ動かなかった場合は何ももらえない。敵についている赤いロックは射程を表す。一見射程外の敵にもダッシュで赤ロックになることもある。地上戦も対戦も倒れた相手はダメージを受けにくい。むやみに攻撃するより溜めていた方が有利なことも。有効な奇跡の組み合わせをピックアップ。気合ダメで強まった球を見えなくして放つ。隠れていれば強力。
訴状などに向いた組み合わせ。壁の向こうの敵にダメージを与えられる。打撃戦の時に相手の耐久力上限を減らし、麻痺させて有利に立ち回れる。一瞬無敵、スーパーアーマー、金貝エアリーズなどは攻撃を受けてもひるまないので、打撃神器との組み合わせが有効。殴りに来た相手にいきなり短距離攻撃ができる組み合わせ。パワーアップとともに耐久力がゼロになる最後の力は復活パイシーズと組み合わせると有効。最後の力はやられても復活しないので注意。寄せたアイテムを2倍有効に使うことができる。効果系の時間も倍増。距離を詰められたら弱い素性は超速ダッシュやテレポートが有効。下画面を見れば誰が何の奇跡を使っているのかが分かる。ジェネシスパーツを奪う手がかりにもなる。なお奇跡の上に出る名前を押すと奇跡の説明を読むことができる。ジェネシスが完成しそうなタイミングで奇跡アイテム回収。完成にも完成阻止にも役立つ。敵の上に出ている光の筋は天使のものがとにかく大きい。ジェネシスはここを狙え。価値が高い神器ほどやられた時に奇跡の数が多く復活する。復活しやすさは奇跡ごとに決まっている。その他のジョイテク。クリアすると隠しオプションからホームをナチュレ仕様に変えられる。もちろん捧げることもできる。サウンドテストを抜けてもサウンドテストの曲は流れたまま。好みの曲で融合などができる。失いたくない神器は星をつけてお気に入りに。間違えて融合しにくくなったり、ハートにするときは表示されなくなる。クリアした後ランダム会話が発生することがある。やせの大食い。桃栗3年かけ8年。鳥は3歩歩けば忘れちゃうって言いますよね。そう言いますね。僕は10歩までは覚えていられますよ。あ、だからそういうことです。パルテナ様、金魚はいいですね。どうしてですか？気楽で。そろそろ休暇を与えた方がいいのかしら。今ご紹介したチョイテクはほんの一部。自分に合ったチョイテクを使って戦ってみよう。